けてくれ。待った、今何か聞こえなかったか。なんか助けを求める声が。冒険者がピンチなのかも。ベネットだ。早く助けよう。すまない、また面倒をかけて。檻の鍵は近くにあるはずだ。悪いが探してきてくれ。本当にありがとう。木々の間から石の入った雪の塊が落ちてきてな、それが当たって頭がクラクラしてたんだ。それさえなければあんなファデュイの罠にかかることもなかったのに。少し聞いただけでいろいろあったってことがわかるぜ。なんてことない、俺の運が悪いだけだ。ついでに片付けただけだからそんなに感謝しなくてもいいぜ。そうなのか。お前らって本当にいいやつだな。まあファデューのやつらも命令されてやってるだけだと思うけど、いずれにせよ俺の鬱憤を晴らしてくれてありがとな。ところでお前は雪山に何しに来たんだ。レザーは一緒じゃないのか。聞いてないのか。冒険者協会は今ここでウィンターキャンプを開いてるんだ。俺はベテラン冒険者として新人の面倒を見に来たのさ。レザーは冒険者じゃないし、俺もベニー冒険団の団長兼唯一のメンバーだから一人で来るしかなくてな。でもこんな長い間足止めされてたから、もう約束の時間は過ぎてる。サイリュスさんが怒ってないといいんだが。え、まさかあのジェラードっていう冒険者はもともとお前のペアだったのか。もしそうだったら確かに一足遅かったな。あの新人ならもう他の教官と組んだぞ。なんだって、教官は人手不足なんじゃないのか。どうして他に教官が。セピロス騎士団の騎士がサポートしてくれることになって、教官の人数も生徒より多くなったんだ。セピロス騎士だったのか。だったら運の悪い俺よりよっぽど頼りになるな。そうだぞ。それにオイラたちが言ったのは今の状況だ。もしかしたら他の地域から新人冒険者がこのイベントに参加するかもしれないだろ。それにお前もこんな大変な思いをして教官を務めに来たんだ。サイリュス会長もお前を追い返すことはしないと思うぜ。本当か。本当だ。あれ、ちょっと待てよ。アルベド、セピロス騎士団の錬金術師アルベドか。彼も教官を務めに来たのか。いや、アルベドはたまたま雪山にいただけだ。さっきまで
で一緒にいたんだけど、いつの間にかいなくなっちゃったな。もしかして戻って手がかりを探しに行ったのか。洞窟の方に戻ってアルベドと合流しよう。